こんにちは、ゆりこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではキヤノンの、まあ、例えば私が 70D よく使ってるので 70D とかで使ってる電池の寿命を4倍、5倍ぐらい増やせる方法を紹介します。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。私がよく 70D とかを使って動画を撮影してます。よく YouTube の動画を 70D を使って撮影してるんだけど、ものすごくいいカメラなんだけど、一つだけの欠点は、まあ、それは動画撮ってる時にかなりの、まあ、エネルギーを使うのはまあ当たり前だけど、普通に LPE キャノンの普通の電池で撮影する時には、まあ、動画の連続撮影できる時間は1時間20分がマックスかな。なので、まあ、キヤノンの 70D を使って普通の電池を使えば大体それぐらいしか動画撮れない。なので LPE6 バッテリーは、まあ、結構ロケに持っていかないといけない。もし例えば1日中どっかいろんなところで動画撮影する環境だったら結構電池が必要になります。ただ LPE6 バッテリーよりかなり電池の寿命を増やせる方法があります。そしてその方法について今から話します。で、まあ、動画撮影してる時、もしキヤノンの 70D とかで動画撮影してる時に、まあ、この電池はその目的にしてはまあかなりしょぼいな。撮影してる時、普通にスチルとか撮ってる時にはまあ全く問題なく、全然、まあ、そこまで普通に1000枚ぐらいはまあ撮れるんだろうけど、動画撮影に関してこの LPE6 電池はかなりしょぼい。なのでもっといい方法があります。でそれはどうするかというと、 70D にダミーバッテリーを入れます。 70D にダミーバッテリーを入れて、そしてダミーバッテリーに LPE6 バッテリーより強いバッテリー、より容量のでかいバッテリーをつなげます。でそれはこんなアダプターです。こんなアダプターでだいたい私が 70D を使って撮影したりします。でこのアダプターで何をするかというと、普通に 70D を開けて、そしてこれは完全にダミーバッテリー、中に何も入ってない普通のダミーバッテリーを 70D に入れます。そして、まあ、気づいてない方もいるかもしれないけど、ケーブルをどうやって出すかというと、横に穴があります。普通に穴があって、その穴を開けて、そこにこのケーブルを挿したら、めっちゃ綺麗にスマートに入ります。そして普通に蓋を閉めます。でそうなると、今こんな感じのアダプターにがもうちょっとぶら下がってます。まあまあかっこ悪いやろ。で、まあ、アダプターによって、まあ、私が使ってるアダプターはホットシューがついてます。ホットシューついてるアダプターもあれば、普通に三脚のネジついてるアダプターもあります。三脚のネジのアダプターだったら普通に下にくっつけたらもうほぼ多分忘れてもいいんじゃないかな。で私が今ホットシューのアダプターをつけてます。そしてそのホットシューアダプターをカメラのホットシューにつなげます。 OK、 めっちゃ綺麗に入ります。で今から電池はもうダミー電池は入ってるので上に入れます。上に電池を設定します。でどんな電池を入れるかというと、私の大好きな電池タイプがあります。 NPF バッテリー、こんな感じのバッテリー、かなりいろんな場面、いろんな機材、いろんな機械でその電池を私が使っているので、さらにその電池をカメラにでも使えたら最高じゃねと思って今このやり方をやってます。で、まあ、どんな時に NPF バッテリーを使うかというと、まあ、NPF バッテリーはどういうバッテリーかというと、これとかこれとかで、こういうバッテリーはよくビデオライトにでもついてます。ビデオライトに NPF バッテリーを使うことがよくあります。そしてまあ例えば前の動画でも話してたけど、アピュチュアのこの iPad ぐらいのサイズのビデオライトが普通に NPF バッテリー2つで動いてるし、これのもっと小さなサイズとかだったら、半分ぐらいのサイズだったら NPF バッテリー1つだけでも普通に動きます。そしてこれのバッテリーがなんと普通に 70D とかにでも使えて、
で結構大きな容量になったりします。で容量はどれだけ多いかというと、 NPF バッテリーにはいろんな種類があります。例えば一番コンパクトな NPF バッテリーってなると NPF570、 さらに NPF770 もあって、そしてそれよりさらにでかいサイズは NPF970。 つまりここには、まあ、中にリチウム電池が2つ入ってます。それのもうちょっとでかい電池が4つ入ってます。これさらにでかいやつがリチウム電池が6個入ってます。まあ、つまりこれの容量がこれの3倍ぐらいあります。で NPF の小さいバッテリーだったら、まあ、ちょうどキヤノンの LPE6 電池と大体同じ容量なんだけど、この電池をちょっと容量増やした電池をカメラにつなげると、まあ、3倍4倍ぐらいの録画時間ができます。さらに長い時間でこのカメラを使うことができます。そしてどうするかというと、 NPF バッテリーを上につなぎます。結構ちゃんとつなぎます、まあ、ほぼ動くことはないんだよね。 NPF バッテリーをカメラの上につなげて、そしてスイッチをオンにしたら普通にカメラがつきます。そして今まで私がいろんな環境で NPF 電池で 70D で動画を撮影してたけど、その後 NPF バッテリー一つ分だけで撮影した動画の録画時間を見てみたら、だいたい4時間近くのデータがありました。なのでこの電池一つだけでもうだいたい電池の心配は特にしなくてもいいのかな。で NPF バッテリーのもう一つかなりいいところが、結構安いです。結構安くて、まあ、確かもうソニー自体があんまりそのバッテリーは使わないんじゃないかな。でもういろんなサードパーティーメーカーが NPF バッテリーを最近使ったりするので、その NPF バッテリーは確かこのでかい容量のバッテリーを2つセットで買うとだいたい4000円ぐらいします。そしてまあこの NPF バッテリーの、私が使っているバッテリーの URL は下の概要欄に入れるので、興味ある方はぜひ見てみてください。そしてこれだけすると、この小さな工夫だけでも普通にキヤノンの 70D とかを使ってかなり長い時間で撮影できます。あと電池2つあれば多分ほぼ心配ないんだよね。それかまあ普通にビデオライトとかのバッテリーがまあちょっと余ってたら、もし例えばまあキヤノンの電池は使いたいんだろうけど、まあ、電池なくなるのが心配かな、ちょっと遠いところ行くときにはこれあればとにかく全く問題ない。そして先ほど言ってた通り、これは小さい方が、私が使っている小さい電池が2200アンペア、これの3倍のやつは6600アンペア、さらにでかいのがあります。例えば NPF990 の電池が、この電池よりさらにサイズがでかくなります。これはもう1万アンペア以上のバッテリーで、結構強力なバッテリー、そしてこのバッテリーだけでも結構長い時間 70D とかで撮影できます。で最後に言うけど、だいたい NPF バッテリーをカメラにつなげる、私がそれをやったのは 70D でしかやってないです。 5D Mark III とか 5D Mark IV は、まあ、もしかしたら使えるかもしれない、まあ、使えるはずなんだけど、まだ試したことないから何も今の動画では言えないです。まあ、近いうちに例えば 5D Mark III とか Mark IV とかにもつなげてみるので、その時はまだまた動画でも作ります。そして私が使ってる NPF のアダプターとダミー電池も、実は結構高いものかというとそうでもない、だいたい確か3000円ぐらいの普通のめっちゃ安いアダプターでした。そしてそのアダプター、私が使ってるアダプターも下の概要欄に URL 入れます。 70D を使って NPF バッテリーをつけたら、結構長時間動画でも普通に撮影できます。今日の動画でも少し役に立つポイントがあれば、ぜひ下のイエイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。あと私の Twitter アカウントとか Instagram アカウントにも、たまに動画にまでしない内容もアップしたりするので、まあ、ぜひ私の Twitter とか Instagram アカウントもフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてまあ大体私が NPF バッテリーは先ほど言った通りに普通にビデオ照明で使うことも
よくあるし、あと外付けカメラのモニターとかも動画撮影するときにそのバッテリー使うこともよくあるし、そしてまあ普通に 70D とかそれで動画撮るときにもかなり便利です。そしてまあ今日の動画ではキヤノンの 70D の電池の寿命をさらに3倍4倍5倍ぐらい増やせる方法をちょっと紹介しました。まだ私のチャンネル登録してない方がいれば、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたら、これからもいろんな面白いコツとかいろんなカメラに関係する動画とか、そしていろんな照明に関係する動画もアップするので、ぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。イルコでした。